あくまで今回はワンポイントリリーフであって、次は代表に任せしたいというようなお話もあります。いや、とんでもないです、それは。とんでもないです。制作の位置がないとということでしたけれど ですけれども、石原知事今日おっしゃったのは、官僚性を発揮したいと、でその大阪にもその機運があるので、大阪の仲間たちと一緒にやりたいとおっしゃっているんですが、その官僚性のシャープ、統治機構の見直しがまさにそうです、ね、一番主張されていたことだと思うんですが、その意味ではやはり連携の可能性というか、考えられるところはありますか。まあ、石原都知事のパワーがないと、今の日本の統治機構、変えるって言ってもそれはね、難しいですよ、それ。やっぱりこれまでのキャリア、経験、僕はね、やっぱり経験だなっていうふうに思ったのは、電力が足りないっていうふうになった時にね、石原都知事はバーンと何を言われたかっていうふうに、何を言われたかというと、これ政令でやれと、実際電力使用制限令のことなんですけどね、それでやったらいいじゃないかと。多分オイルショックの時のその時の経験だったのか、あの時に民主党政権は節電要請とかね、節電担当大臣とかいろんなものを作ってこうやってたんですけどもね、あれ本当はね、ああいう時は官僚組織が多分オプションは普通出してくるはずなのに、多分もうそういう状態じゃなかったんでしょうね。でもやっぱり石原都知事はその自らの経験で政令だ、こんなのは政令でやったらいいんだ、電力使用制限令ですけども、こういう話とかね、それはこれは細かな話ですけども、とにかくやっぱり経験とかね、いろんな人脈とかね、やっぱこれは大きいですよね。統治機構を変えるということになれば、それだけ の石原都知事のような力が必要であることは僕はもう間違いないというか、石原都知事のような力がないと、統治機構なんてのは変えれないと思います。石原都知事は衆院選に、要は都知事は辞めて衆院選に出るということまで言ってましたけども、市長は それとはまた違うやり方でやるんですね。もう石原都知事はだから最初のトンネルにちょっとこう何ですか、掘削機の先端部分が俺なんだっていうふうに言われるぐらい最初にもう切り込んでいくっていう役割だというのは思われてるからなんでしょうね。石原都知事の尊敬できる点を教えてください。そして政治家として自分とは違うっていう点を教えてください。尊敬できる点なんてもう挙げたらきりないですからね。一つ挙げるでした。いや、もうそれだけの実行力、それから無尽蔵の知識、それから実行力、一番政治家にとって必要なんでしょうね。自分とは違うという点はどうですか。え、自分とはここが違うという点はどうですか、政治家として。いや、だからもう全部、だからそれはもう石原都知事なんかに、それは僕がなんかここが一緒ですなんか言えるような状況じゃないですからね。ただ石原都知事もグループを組むのは苦手だなっていうふうに言ってましたからね。そこはもしかすると一緒なのかもわかんないですね。